フライブルク・イム・ブライス・ガウ、フライブルク・イム・ブライス・ガウ、標準ドイツ語、フライブルク・イム・ブライス・カウ、アレマン語、フレイバーグ・イム・ブリス・カウは、ドイツ連邦共和国南西部、バーデンイコール、ビュルテンベルク州の軍独立市である。単に、フライブルクと呼ばれることも多く、以下ではこれを用いる。環境保護で、先進的な取り組みをしている都市であり、日本では、環境主と、 フライブルクと紹介されることがある。大学都市でもあり、アルベルトルートビヒ大学フライブルク、フライブルク学や教育大学、音楽大学が所在し、学生や教職員などが多く居住している。また、外国人へのドイツ語教育機関であるゲーテ、インスティトゥートがある。フライブルクという名の,の都市はドイツ語圏の各地に存在し、スイスの都市フリブール、ドイツ語の正式名は、 フライブルクイムユヒトラントなどが知られるが、単にフライブルクと呼ぶ場合、日本では主にフライブルクイムブライスガウを指すことが多い。フライブルクは1945年から1952年4月25日のバーゲンイコールビュルテンベルク州設立までの間の州都であった。ドイツ際南の主要都市であるフライブルクはフライブルク行政管区。 南部オーバーライン地域連合、ブライスガウホッホシュバルツバルト軍の艦長所在地である。なお、フライブルクはこの軍に囲まれているが、属してはいない。に沿って広がるフライブルク市の現在、の人口は約23万人で、バーデンイコール、ビュルテンベルク州内では、シュトットガルト、マンハイム、カールスルーエに次いで4番目に多い。フライブルク市と、市で構成される。 フライブルク経済圏の人口は合計で約63万人に達する。フライブルクは約600万人の人口を要するオーバーライン三カ国都市圏の一角でもある。大聖堂とペッヒレと呼ばれる水路、共にフライブルクの象徴であるのある旧市街には年間300万人以上の観光客が訪れる。1457年に設立された アルベルトルートビヒ大学フライブルク、フライブルク大学の存在により、フライブルクはドイツの古典的な大学都市の一つに数えられている。フライブルクは、バーデンイコール、ビュルテンベルク州の南西部のラインチ交代、ウェラインボンチ南東端、シュバルツバルト山地の麓に位置する。近隣の主な都市としては、近い順に、フライブルクから約キロメートル西のコルマール、フランス、 ロ4 6 k m 南西のミュルーズ、フランス、ロ5 1 k m 南のバーゼル、スイス、ロ6 6 k m 北のストラスブール、フランス、ロ8 5 k m 南東のチューリッヒ、スイス、約 120km 北のカールスルーへ、約 133km 北東のシュトットガルトがある。フライブルクを貫通して、ドライザム川が流れている。 フライブルク市の領域の大きさは南北1 8 6トル、東西2 0トルである。フランスとの国境からは最も近い場所で3トル、スイスとの国境からは4 2トル離れている。かつて市壁だったアウフダーツィン通りから2 0 0ルほど北に北位48度線が通っている。南北に走るハプスブルク通りの両側の歩道上に その位置が敷石で示されている。以下の都市や自治体がフライブルク市に面している。北から時計回りに。以上はエメンディンゲン軍に属するフェアシュテッテンを除き、すべてブライスガウホフホシュバルツバルト軍に属している。フライブルクはシュバルツバルト山地とライン地交代の境界に一致しており、断層が地域の中央を通っている。市の東部には サール天盆地へと続く谷が北側のロスコプフ山と南側のブロンベルク山に挟まれて位置している。市の南部のカッペル地区とギュンタースタール地区はシュバルツバルト山地の中にある。麓の延長であるシュロスベルク山、城山が中心市街地に向かって花のように突き出ている。クライフェンエックグウーの株、アウグスティナー道の西側の岩は 中世最盛期の史壁を建設するために切り出された。南東にある標高1284メートルのシャウインスランド山頂はシュバルツバルト山地でも最も高い場所の一つであるがフライブルク市域に属している。市域の標高差が1000メートル以上というのはドイツの主要な都市の中では最大である。市の西部は氷河期に形成された扇状地の上に広がっている。市の南には 麓の一部である、チェーンベルク山が位置しているが、これは古い産地の一部であり、ラインチ交代が沈下する際に一部が崩れ落ちたもので、ある。フライブルクは温暖で湿潤な温帯に位置しているが、場所によって大きな違いがある。平地は比較的温暖で乾燥していて、産地は涼しい。平均気温は摂氏11.4度で、ドイツの主要な都市の中では最も暖かい。 2003年の猛暑の際には8月13日に摂氏40.2度公式を記録していて、これは同じ数値が観測されたカールスルーエやマンハイムトンでドイツの観測史上最高値である。地球温暖化の影響により年平均気温は摂氏9.7度、1961年から1990年の平均から摂氏11.4度。 1981年から2010年の平均に上昇した。フライブルクの平均年間日照時間は1650時間で、これもドイツの主要な都市の中で最高である。平均年間降水量は908ミ、mm、リメートルで、ドイツ全体の平均である800ミリメートル弱よりかなり多い。降水量の多くは下記5月から8月の分であり、 6月が107ミ、mm、リメートルと最も多い。最も少ない2月の降水量は50.6ミ、mm、リメートルである。フライブルクの夏の気候を特徴づけるものの一つが、東部に位置するヘレンタール渓谷にちなんで、ヘレンターラーと呼ばれる風である。シュバルツバルトの高地から吹き下ろしてくる風が、決まって暗くなり始めた頃の時間帯に市内を吹き抜けていく。 気象専門家のヨルクカヒエルマンやハンス・フォンルドルフの見解によと、この風は一般に思われているような冷たい風ではなく、フェーン現象による暖かい風である。この風の影響で、フライブルクはドイツで最も熱帯や、ドイツでは摂氏に10度を下回らない夜を言う多い都市となっている。フライブルク市内には28の地区があり、 主に統計上の目的でさらに42の領域に分けられている。旧フライブルク軍の再編によりの各自治体はフライブルク市に吸収合併された。その際これらの旧自治体であった集落には独立した自治体のように住民の選挙による集落議会と集落の行政を取り仕切る代表者が置かれた。集落に関するすべての重要な議題は 集落議会に通される。とはいえ最終的な決定権はフライブルク市議会にある。フライブルク市内の28の地区は以下の通り、最も古いものでは1008年の文献に、現在のフライブルクの領域、ビーレ、ツェーリンゲン、ヘルデルンにあった集落についての記述がある。1 9 9 1年にツェーリンガー公がシュロスベルク山の上に、 カストルム・デ・フリブルクを建設した。山のふもとには城に使える家人や職人が住む集落があったが、1120年、ベルトルド二世の息子であるコンラートによって、この集落に市場開設権と都市特権が与えられた。1200年には、ベルトルド五世によって、その頃には手狭になっていた教会の場所に大聖堂、ミュンスターの建設が開始された。 大聖堂の建設費用の多くは、シュバルツバルトにあった銀山の収益によってまかなわれた。この銀山の収益は、フライブルク市民が富を得るのに大きく寄与した。税人間家が断絶した後、1218年には、ウーラッハ博が、フライブルクの支配権を獲得し、その後は、フライブルク博と名乗るようになった。フライブルク市民は、金銭の問題に関して、 フライブルク博と衝突を繰り返した末、1368年、気に入らない、フライブルク博エギの三世から2万マルクの銀で、フライブルクの支配権を買い取り、そして、ハプスブルク家に費護を求めた。フライブルクはこの新しい主人である、オーストリア公のハプスブルク家に対して、費護の見返りとして、兵士と金銭を差し出さなければならなかった。 1386年の全フ派の戦いでは、オーストリア公、レオポルト三世が、スイス制約同盟に敗北し、従軍したフライブルク貴族の多くが戦死した。その後は、職人や商人の同業組合が、フライブルクの議会で支配的な地位を占めるようになった。フライブルクは1427年までは、帝国自由都市であった。 オーストリアの全地を領していたオーストリア大公、アルブレヒト6世によって、1457年にフライブルク大学が設立された。1498年には、オーストリア大公かつ新生ローマ皇帝のマクシミリアン1世がフライブルクで帝国議会を開いた。これと同時期、ライン、川上流域の農民が農民靴を旗印に一揆を起こしたが、 フライブルクでは1513年、ヨス・フリッツの率いる一機の計画が密告により発覚した。1525年には、ドイツ農民戦争の中で、ハンス・ミュラー率いる農民がフライブルクを占領し、プロテスタント教会の陣営に加わるように、フライブルク議会に強要した。1529年に、バーゼルでプロテスタントが製造破壊運動を行った際には、 バーゼルの司教座聖堂参事会が当時の第一級の知識人であったエラスムスと共にフライブルクに避難してきた。1536年にはが、1513年にコンスタンツ補佐司教によって清められた高壇が完成したことで着工から300年以上を経てようやく竣工した。 1618年に三十年戦争が始まり、1620年にはイエズス会がフライブルク大学を引き継いだ。1632年にはホルン将軍率いるスウェーデンがフライブルクを占領し、支配下に置いたが、因果支配者が何度も入れ替わることになった。1644年には、フランツ・フォン・メルシーとヨハン・フォン・ベルスの率いる神聖ローマ皇帝。 バイエルン連合軍がフライブルクを占領した。続いて、バイエルンとフランスバイマル連合部隊の間で、フライブルクの戦いが起きた。17世紀の後半は、フランス王イ14世が、ラインガーウガン地域に侵入を繰り返していた。オランダ侵略戦争の後、内命編の和訳の結果、神聖ローマ皇帝レオポルト1世は1679年、フライブルク氏とリーエン、 ベッツェンハウゼン、キルヒツアールテンをフランス王に譲渡しなければならなかった。ルイ14世はセバスティアン・ル・プレストル・ド・ボーバンに命じ、フライブルクを近代的な要塞に作り変えるよう命じた。その後の1681年にはルイ14世は工事の進捗状況を自身で確かめるためフライブルクを訪れた。ルイ14世はバーゼルの館という建物に宿泊した。 レースウェイク条約により、ルイ14世は、アルザスの占領した地域を、帝国自由とシシトラスブルク、ストラスブールも含めて、手に入れた、代わりに、フライブルクを、ハプスブルク家に返却しなければならなかった。スペイン継承戦争の終わり頃、1713年には、フランスのクロードルイエクトルド・ビラール元帥が、フライブルク再び占領した。第二次オーストリア継承戦争では、 フランスは元水率いるフランスがアルザスのビサンブールでオーストリアを破った1744年7月5日。フランス軍はフライブルクを撤退する際、フライブルクの要塞施設を徹底的に破壊した。現在ではブライザッハ門だけが防板式要塞の構築物の名残を止めている。フランス革命軍は1796年フライブルクを占領した。 三ヶ月後、オーストリアのカール大公がフライブルクを解放した。エステ家のモデナ公、エルコレ三世は、カンポフォルミオ条約によって、イタリの領地を失ったが、四年後の1801年に、ルネビルの和役によって、保証として、ブライスガウ地域一帯を手に入れることになった。エルコレ三世は、保証が損失に見合わないとして、この交換を了承しなかった。 それゆえ彼は1801年以降もブライス・ガウ地域を訪れることはなかった。ヘルマン・フォン・グライフェン男爵の政治活動の結果、1803年3月2日に、ブライス・ガウ地域は、正式にエステ家の統治下に移ることになった。1803年10月にエルコレ三世が死去すると、ブライス・ガウ地域は、ハプスブルク家に嫁いだ娘マリーアベアトリーチェデステの所有となった。 もっとも、モデナハプスブルク家、オーストリアイコールエステヤの、こういった幕愛劇は、結局長続きしなかった。1805年に、フランスのナポレオンが、ブライスガウ地域とオルテナウ地域への侵攻を、バーデン選定広告に命じたからである。バーデンは1803年から1806年までの、短い期間、選定広告であった。 ナポレオン戦争の事後処理のためのウィーン会議は1815年に閉幕し、会議の結果フライブルクは引き続きバーデン大公国に属することになった。1827年にフライブルクは新しく設立されたフライブルク大司教区の所在地になった。1845年にはまでの鉄道が開通した。バーデン大公国では1818 18年、 王政復古期の最中に自由憲法が実現していたが、それにもかかわらず1848年の革命の波はドイツ南西部をとりわけ激しく襲った。フライブルクではバーデン対抗国軍にヘッセンの集団も加わり、流血を伴うバリケード船が展開された。1871年のドイツ帝国成立によってアルザスがドイツ領に組み込まれたこともあり、フライブルクは ドイツ全体の経済発展の流れに乗ることになった。オットー・ヴィンテラー市長の下でフライブルクでは新しいバイクが歴史主義的な様式で建設されていった。1901年にはすでに電気を用いた路面電車が運行していた。第一次世界大戦では1914年12月14日を最初にフランス空軍当時は最先端だったが非武装で解放されていたとし、 フライブルクに向けて爆弾を投下した。ドイツの戦争指導部はそれがハーグリク戦条約に従った国際法上の制限を破るものだとした。だが空中戦は文民の意図に反してますますエスカレートしていった。フランスの戦闘機と飛行船はフライブルクへ他のどのドイツの都市よりも多くの爆弾を投下した。戦争の結果、 フライブルクの後輩地だったアルザスが再びフランス領となったことで敗戦後のフライブルクは経済的に特に厳しい状況に置かれた。バイマル共和国が発足した都市、コンスタンティン・フェーレンバッハとヨーゼフ・ビルトの二人の首相がフライブルクから排出されている。当時のドイツではどこでもそうだったようにフライブルクでも1933年にナチスが権力を握った。 フライブルク大学はマルティン・ハイデッカー総長の下で統制が行われた。1938年に発生した水晶の夜、事件ではフライブルクのシナゴーグも焼かれてしまった。1940年にはワーグナー・ブルッケル・アクションと呼ばれる骨子に基づきフライブルクにまだ止まっていたユダヤ人が南フランスのクール強制収容所に連行された。1940年5月日には ドイツ空軍機がフライブルクを誤って爆撃し、57人が犠牲になった。1944年11月27日の夜、タイガーフィッシュ作戦により、イギリス空軍がフライブルクを爆撃し、約2800人の市民が死亡した。爆撃の後には、北側の地区が完全に破壊された旧市街の瓦礫の中で、比較的被害の少なかった大聖堂だけがそびえていた。 比較的被害が少なかったとは言っても、爆弾の爆発の衝撃によって、振動部分が壊れてしまった。バーゼルから寄贈されたレンガによって、大聖堂は1946年1月までには、ほぼ元通りに修復された。フライブルクは1945年4月に、フランスに占領された。10月には、シャルルド・ゴール将軍が、フライブルクで戦勝パレードを行った。 ドイツの分割占領に伴って、フライブルクは1946年、新しくできたバーデン州の州都になった。州首相には、フライブルク出身のがついた。州議会がで開かれている間、に居住した。1951年の住民投票の後、大多数の住民が反対したにもかかわらず、南バーデン地域を領域とするバーデン州は、バーデンイコール、ビュルテンベルク州に統合され、 1960年代後期の学生運動の熱はフライブルクでも表出した。そして1970年代にの農家によりの建設計画への反対運動が行われた際、学生運動の中で成熟した市民の政治意識を表彰するように多くのフライブルク市民がこの反対運動に参加した。このような出来事の結果としてフライブルクでは自治主義の空気と 緑の塔への強い支持傾向が根付くこととなった。フライブルクは新しく設立された緑の塔の画像となり、ドイツの環境主とと称されるようになった。学術的にも産業的にも環境を思考する空気に包まれる中、フライブルクは環境都市としての主導的な地位を得ることとなった。フライブルク市は2010年の上海万博にグリーン式として出展している。 フライブルクは交通の便利な場所に位置し、大学や研究機関が数多く立地することから、国際会議や見本市、大規模な集会等の開催地として人気がある都市の一つである。やがよく会場となる。国際的な都市観光が多くな役割を果たしている。1986年には、フライブルク市が第7回バーデンビュルテンベルク州の会場となった。このことは、 市の西部の開発に大きな意味を持っていた。後に述べるもこれに伴って開設された。人口の著しい増加によって古くからの住宅地の再開発と新しい住宅地の建設が必要となった。ドイツ国内に駐屯していたフランス軍が1992年に撤退するとかつてだった跡地が世界的に有名なとして開発された。 1993年には続いての開発が開始された。1996年には市の人口が20万人を超えた。そのうちの約3万人はフライブルク大学及び他の4つの大学の学生である。フライブルクには広塚さ教区やおはじめとする教会組織が立地しており、フライブルクはカトリック教会の中心地の一つとなっている。 フライブルク大司教の輪の議長を務めている。1978年には、フライブルクで第85回ドイツが行われ、マザー・テレサもそれに参加した。2011年9月24日25日には、ローマ教皇ベネディクト16世がドイツ訪問の皇帝の中でフライブルクを訪問した。教皇は、フライブルク空港でユーゲン飛ビギルを祝った後、 2011年9月25日に10万人以上の信者の前で生産式を取り行った。その他、虐待被害者に面会し、ヘルムート・コール元首相、憲法裁判所裁判官及びと会談し、教会論の演説をコンセトハウスフライブルクにおいて1500人の招待客の前で行った。の中に一致する都市として、また、ストラスブールの近隣都市として、 フライブルクという都市の共に成長するヨーロッパにとっての意味はますます大きくなっている。フライブルクには他のヨーロッパの国の領事館や総領事館が立地している。フライブルク行政管区、市の行政、フライブルク大学やその他の多くの機関は隣国であるフランスやスイスとの緊密な連携のもと運営されている。17世紀の終わり頃、 1677年から1697年にはフランス王国に属し第二次世界大戦後にもフランス占領軍の大規模な駐屯地のところ地だった都市としてフライブルクは隣国との関係を率先して持つ役目を昔から担ってきたフライブルクは特にフランスのミュルーズやコルマールと緊密に連携しているフランス人は フライブルク経済圏において労働力としてまた顧客として重要な役割を果たしている。フランススイス両国との文化面や政治面での関係を作るのに大きく貢献しているのがフランス文化センター CCF と大学のフランスセンターである。2001年と2010年にはフライブルク市でドイツフランスの首脳閣僚によるサミットが開催された。 スイス国内の近隣都市であるバーゼルとの間にもエラスムス屋に代表されるように昔から深い関係が持続している。最初の合併以前にはフライブルク市の面積は3005ヘクタールだった。以下のかつて独立した自治体だったところはその領域と共にフライブルク市に編入された。フライブルクは合併だけでなく新しい地区の開発によっても成長してきた。 1960年代にはや、1990年代にハヤといった地区が開発された。中世後期から近世にかけてのフライブルク市の人口は5000人から1万人程度であり、フライブルクはバーゼルとストラスブールの間の地域では最大の都市だった。19世紀に工業化が始まると人口増加が加速し、1800年に9050人だった。 人口が1900年には6万2000人にまで増加した。第二次世界大戦ではフライブルクも空襲のターゲットにされ、1939年に11万110人だった。人口は1945年12月時点で18.9%減の8万9275人となっていた。旧東部領土から追放されたドイツ人によって、 1947年には市、の人口は再び10万人の大台に乗り、1996年にはその倍の20万人となっている。1980年から2012年までの人口増加率は32%であり、バーデンイコール、ビュルテンベルク州内で最も成長の早い都市の一つである。2009年には人口が1945人増加し、これは 州内の市及び軍で最も多い人口、増加数だったが、2011年には、シュトットガルトに、首位の座を明け渡している。2011年の住民の平均年齢は、約41歳で、州内の市、軍では、最も低かった。また、外国人住民の割合は2013年1月1日時点で13.7%だった。 州の統計局にが発表している人口は2012年1月1日時点で22万9114人であり、これが公的な数値であるが、市の住民登録に基づいた人口は21万277人となっていて、こちらも同様に公的な数値として扱われる。統計局の発表した人口一人につき750ユーロが州から自治体に毎年交付されるので、 毎年約1、500万ユーロが余分に支払われていることになるが、市側はあまり問題にしていない。2011年の国勢調査による国、州、自治体の人口数値が2013年5月31日に公表されているが、それによると、フライブルク市の人口は21万600人であり、州の統計局による数値よりも低くなっている。フライブルクは環境政策で、 先進的な都市であり、欧州の都市環境保護キャンペーンなどでも何度も賞を受けている。環境首都という呼称は、ドイツ環境支援協会による自治体コンクール自環境保護における連邦首都において1992年に最高点を獲得し、環境首都として表彰されたことに由来する。フライブルクの主な環境政策は、廃棄物、リサイクル政策、 自然エネルギー政策、交通政策、都市計画、景観政策などである。きっかけは1970年代に三成運によって、シュバルツバルトが古式機に瀕し、なおかつ近郊のビールに原子力発電所を建設する計画が持ち上がり、原発反対運動が起きたのがきっかけであった。1975年にフライブルクに設立されたバンド、 ドイツ環境自然保護連盟などが中心となって、フライブルクは、シュバルツバルトを守るために、エネルギーでは脱原発、自然エネルギー推進折り、大気汚染対策として、自動車依存からの脱却と、公共交通、自転車の強化を採用した。自然エネルギーでは、太陽光発電の普及を中心にしている。交通面では都心への自動車乗り入れを制限し、以前より走っている。 路面電車を強化すべく、郊外部への延伸工事を行い、パークライドを整備するなどの諸政策をとった。また、旧フランス軍駐留地である、市南部のボバーン地区では、フォーラムボバーンという NPO の活動により、エコロジーを重視した団地が造成されている。フライブルクの環境政策は単に環境対策上の成果にとどまらず、経済面でもプラスの効果をもたらした。 まずは太陽光発電をさらに推進するために太陽光発電の研究機関を誘致した。この研究所が中核となり太陽光関連企業がフライブルクに立地するようになり、フライブルクはドイツにおける太陽光発電の重要な開発、生産拠点となった。太陽光発電はフライブルクに新たな雇用を生み出したのである。 また、環境政策の先進事例と紹介されたため、各国から視察が相次ぎ、視察団向けに、環境ツアーが組まれるようになった。すなわち、環境政策も一つの観光資源として、観光産業としての役割も果たしている。市役所や NGO などフライブルクの各機関ではあまりにも視察が増加したために、現在では多くの機関への視察やヒアリングは有料となっている。 フライブルクは1984年にドイツで初めて環境定期券を導入した都市である。その特徴は定期を所有している人が市内の路面電車とバスの全路線を利用でき、日曜日には1枚で家族全員が利用できる点にある。当時のドイツではこの種の全路線定期は購入者本人しか利用できず、そのため写真付きの定期券であるのが通例であった。 スイスに近いフライブルクはチューリッヒやバーゼルを参考にこのような定期券の導入に踏み切った。さらに1991年には一市二軍を走る14交通会社の全路線を利用できるレギオ環境定期となった。その後この種の定期券がドイツ各地に普及したため1996年にレギオカルテと改称されている。フライブルクの都心は トランジットモールが整備され、路面電車やバスの利用が便利なので、公共交通が広く、市民に利用されている。路面電車の路線を乗り換えるのに便利なように、都心のベルトルズブルネン停留所では、複数路線の電車が同じ時刻に到着して、数分間停車することとなっていて、利用者は自由に乗り換えることができる。フライブルク大聖堂、新旧市庁舎。 フライブルク大学などが集まる旧市街地にはマイカーが入るのを規制し、裏通りに商品の運搬車などの業務用車両が入ることだけが認められている地区がある。もちろん、そのすぐ外側の都心環状線まではマイカーで来て車を駐車することも容易である。都心環状線周辺には大規模な駐車場が何カ所も整備されており、全体で4000台以上の駐車容量がある。 1998年のデータによる。また、駅の湖泉橋の脇には、仙台の自転車を収容できる、有料自転車ステーションが設置されている。ただ、この台数では、不足しているようで、駅前の道路脇などに、所狭しと多数の自転車が置かれている。フライブルクのインフォーメーションセンター内には、姉妹都市の松山インフォーメーションが設置され、日本人のスタッフが常駐していた。 しかし2008年3月現在、活動を休止している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。